分は両チームともあったわけなんですが、いまだスコアは0対0のままです。ここはつながりません。長いボールを入れます。イヴァン・トニーから右へ、カウンターですよ。リザラズパスでつないで攻め込んでいきます。これはファールの判定。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。レフリーの注意が入ります。さあいい位置です。いいキック持ってますからね、決めてほしいですよね。均衡を破りますマルセイユ。このセットプレー直接ゴールに吸い込まれました。いや入っちゃいましたね。スピード完璧ですね。64 minutes de jeu par le numéro 10